アキーム・クリストファー・エイアーズは元アメリカンフットボール選手。2017年まで NFL のニューヨークジャイアンツに所属していた。ポジションはアウトサイドラインバッカー。地元ロサンゼルスの高校ではディフェンシブエンド、ラインバッカー、ワイドレシーバーとしてプレーした。UCLA に進学、アウトサイドラインバッカーとして28試合に先発出場するなど、 37試合に出場し、183タックル、14サック、7ファンブルフォース、4ファンブルリカバー、6インターセプト、2リターン TD を挙げた。1年時の2008年には、先発3試合を含む12試合に出場し、40タックル、3サック、1ファンブルフォースを挙げて、パシフィック10カンファレンスのフレッシュマンファーストチームに選ばれた。年時の年には、 全十三試合でストロングサイドラインバッカーとして先発出場し、大学大記録となるシーズンにインターセプトリターン TD を挙げた。シーズン最後の四試合で三十タックル、四サック、三インターセプト、一ファンブルリカバー TD を挙げた。二千十年九月十八日、AP ランク二十三位のヒューストン大学戦でも、ケースキーナムからのインターセプトでゴール前から七十七ヤードを、 リターンした。彼の活躍もありチームは2008年以来となる上位ランク校を撃破した。9月25日には敵地オースティンでの AP ランク7位のテキサス大学戦でも34-12のでのバンクルはせに重要な役割を担った。この試合で彼は1インターセプト、7タックル、1ファンブルフォース、1サックを挙げた。この年彼はウォルターキャンプフットボール財団から オールアメリカセカンドチームに選ばれるとともに、バトカス賞のファイナリスト5人の1人にも選ばれた。3年時の2010年シーズン終了後、NFL ドラフトにアーリーエントリーを行った。タイタンズ時代2011年の NFL ドラフトでは、当日招待された25人の1人であり、2巡目、全体39位で、テネシータイタンズから指名された。2012年には、 チームのリーディングタックラーになったほか、シーズン後半9試合で6サックを挙げた。2013年8月17日のシンシナティベンガルズとのプレシーズンゲームで足首を負傷し、ロッカールームに下がった。2014年シーズンオフに両膝の室外剣を手術した。レイ・ホートンディフェンスコーディネーターの就任で、それまで4から3ディフェンスの アウトサイドラインバッカーとしてプレーして43試合に先発出場していた彼は3から4ディフェンスに変更されたこの年出場機会が減少し10月21日タイタンズはエーアーズを翌年のドラフト7巡指名権と合わせてニューイングランドペイトリオッツの6巡指名権とトレードしたペイトリオッツ時代ペイトリオッツ移籍後2試合連続でサックを記録 9試合に出場した。ペイトリオッツはこのシーズン、第49回スーパーボールを制した。ラムズ時代2015年3月12日、セントルイスラムズと2年600万ドルで契約を結んだ。ありがとうございます。